今の一問は韓国の食事の時のことですね。じゃあご飯をお箸で食べるかスプーンで食べるか、お箸で食べるのは失礼ですかってことと一緒ですよね。日本ではどうやって食べますか。全部お箸で食べますよね。でも韓国ではチョッカラっていうのはお箸なんですけど、それはおかずを食べるとき使います。おかずをつかむときの違い。それと韓国はご飯はスプーンで食べます。ご飯もスプーンで食べて、韓国は必ず昔からご飯とスープがついてますよね。そのためにスープは一番あのスプーンがついてます。ご飯とスープは必ずスプーンで食べました。もう一口持ってぐーっと飲んじゃうっていうのはないですよね。じゃあ日本ではチャーハンも持って食べるわけですよね。こう必ず持って食べるのが普通ですよね。韓国では持って食べたら失礼です。茶碗は必ず置いてスプーンが先に行って、スプーンから通って口に運びます。でも私も日本に長くいると自然に韓国行ったらその癖が出ちゃうんです。もうそれでお箸で食べちゃうんですよね。でも向こう行くとやっぱりスプーンで食べてしっかり。それとスプーンがつくのは韓国ではあの汁物が結構ついてます。キムチも水キムチってありますよね。水が入ってるキムチありますよね。そのスープもスプーンで食べるわけで、韓国でスープの種類も結構あるので、スプーンが必ずついています。今度韓国行ったらどうしましょう。スプーンで食べましょうね。まあ一緒にいてもう実現しましょう。ね、分かりました。알겠습니까。알겠습니다。そうです、알겠습니다っていうのはかの後ろが違うだけで、알겠습니까、分かりますか。알겠습니다、分かりましたになるんですね。